聞き流して覚える情報技術者略語基本情報技術者略語ノックのまとめです各情報技術者試験の試験問題で単文で説明された時に回答できることを目標とし一つの略語をがっつりと勉強するのではなく簡単な説明を100パターン紹介します KGI キーゴールインディケーター重要目標達成指標企業目標やビジネス戦略の遂行によって達成すべき到達目標を測定可能な数値で表したもの KPI キーパフォーマンスインディケーター重要業績評価指標企業目標やビジネス戦略を実現するために 設定したビジネスプロセスの実施状況をモニタリングするために設定される指標。SCM サプライチェーンマネジメント生産、在庫、購買、販売、物流などのすべての情報をリアルタイムに交換、一元管理することによって生産から販売に至る一元の流れ全体の 効率を大幅に向上させることを目指す手法。SFA –セールズフォースオートメーション営業活動に、モバイル技術やインターネット技術といった IT を活用して、営業の質と効率を高め売り上げや、利益の増加につなげようとする仕組み、またはそのシステム。SMTP –シンプル メールトランスファープロトコルインターネット環境においてクライアントからメールサーバに電子メールを送信したりメールサーバ間で電子メールを転送したりするのに用いられるプロトコル SMTP オース SMTP オーセンティケーション SMTP にユーザー認証機能を追加した方式 メール送信するときにユーザー名とパスワード、チャレンジレスポンスなどで認証を行う。サース、ソフトウェアアズはサービス。専門の事業者が運用するサービスをネットワーク経由で利用する形態。soc、システムオンはチップ。一つの半導体チップ上に システムに必要な一連の機能を集積する回路の設計方法 URL、ユニフォームリソースロケータウェブサイトやウェブ上のリソース、画像やファイルのアドレス WAF、w WA ブアプリケーションファイアウォール通過するパケットの IP アドレスやポート番号だけで なくペイロード部をチェックすることでウェブアプリケーションに対する攻撃を検知し遮断することが可能なファイアウォール。WBS ワークブレイクダウンストラクチャー。プロジェクトにおいて作成される要素成果物を基準に全体の作業を各作業レベルまで細分化しトップダウン的に階層化して表した図。 www ワールドワイドウェブインターネット上で提供されるハイパーテキストシステム BPO ビジネスプロセスアウトソーシング業務効率の向上、業務コストの削減を目的に業務プロセスを対象としてアウトソースを実施すること BSC バランスとスコアカード。企業のビジョンと戦略を実現するために、財務、顧客、内部ビジネスプロセス、学習と成果という4つの視点から業績を評価、分析する手法。DFD、データフローダイアグラム。データの流れに着目して、その対象となる業務のデータの流れと処理の関係を、 わかりやすく図式化する構造化分析の手法。DHCP ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル。TCP IP ネットワークでネットワークに接続するノードへの IP アドレスの割り当てをアドレスプールから自動的に行うプロトコル。DNS ドメインネームシステム。 ドメイン名、ホスト名と IP アドレスを結びつけて名前解決する仕組み。DOS、ディナイアルオブサービス攻撃。大量のリクエストをサーバに送信することで、サーバやネットワーク回線を過負荷状態にし、サーバのシステムダウンや応答停止などの障害を引き起こさせる攻撃手法。FAQ、 フリークエントリー・アスクドクエスチョンズ、何回も繰り返し質問される項目と、その質問への回答をまとめたもの。HDMI ハイデフィニションマルチメディアインターフェース。PC とディスプレイの接続で、音声伝送機能や著作権保護機能、色差伝送機能を持ち、 非圧縮デジタル形式の音声と映像を伝達し、音質、画質とも理論的には劣化しないという特徴がある。JPEG ジョイントフォ r トグラフィックエキスパーツグループ。静止画像を圧縮するのに使われる一般的な方式。一般的には非可逆圧縮方式として知られているが、可逆圧縮方式も存在する。 LFU, リー a s t f r e q u e n t l ー u s ーー置き換え対象の中で最も参照回数の少ないページを置き換えるアルゴリズム。LIFO, l ラストインファーストアウト、置き換え対象の中に最後に追加されたデータを追い出すアット入れ先出しのアルゴリズム。NAT, ネットワークアドレストランスレーション企業や組織のネットワーク内で割り当てられているプライベート IP アドレスとインターネット上でのアドレスであるグローバル IP アドレスを1対1で相互に変換する技術 NAPT ネットワークアドレスポートトランスレーション NAT の考え方に ポート番号を組み合わせた技術。一つのグローバル IP アドレスで複数のプライベート IP アドレスを持つノードを同時にインターネットに接続させることが可能。IP マスカレード。ナス、ネットワークアタッチドストレージ。ネットワークに接続された記憶装置。ファイルサーバーとして使用される。 NTP ネットワークタイムプロトコルネットワークに接続されている環境においてサーバーおよびクライアントコンピュータが持つシステム時計を正しい時刻へ同期するためのプロトコル PER プライスアーニングスレーシーを株価収益率株価を一株当たりと基準利益で割ったもの PKI パブリックキーインフラストラクチャー公開鍵基盤公開鍵が真の所有者のものであるかを第三者機関である認証局が審査し申請者の公開鍵に対してデジタル証明書を発行することで保証を実現するための仕組み PLM プロダクトライフサイクルマネージメント 製品開発、製造、販売、保守、リサイクルに至る製造業のプロセスにおいて、製品に関連する情報を一元管理し、商品力向上やコスト低減を図る管理手法。ピンボック、プロジェクトマネージメントボディオブナレッジ。アメリカのプロジェクトマネジメント協会、PMI が策定したプロジェクト管理のフレームワーク。 PNG ポータブルネットワークグラフィックス圧縮による画質の劣化のない過逆圧縮の画像ファイルフォーマットで GIF よりも圧縮率が高く現在ではほぼすべてのブラウザでサポートされているウェブページの画像フォーマット POP3 ポストオフィスプロトコルバージョン3ユーザーがメールサーバから 自身のメールを取り出す処理において使用するメール受信用プロトコル。PPM プロダクツポートフォリオマネジメント。縦軸に市場成長率、横軸に市場占有率をとったマトリックス図で市場内の位置づけから花形、金のなる木、問題児、負け犬の4つの証言に区分される。 PPP.2 ポイントプロトコル。電話回線を通じてコンピュータをネットワークに接続するダイヤルアップ接続でよく使われる2転換を接続してデータ通信を行うための通信プロトコル。ARP アドレスレゾリューションプロトコル。IP アドレスから Mac アドレスを取得するために用いるプロトコル。RARP リバースアドレスレゾリューションプロトコル。危機器固有の Mac アドレスから対応する IP アドレスを取得するためのプロトコル。RFI リクエストフォーインフォメーション。情報提供依頼書、企業が調達や 業務委託をする場合や、初めての取引となる業者に対して、情報の提供を依頼すること、または提出された文書のことを言う。RFP、リクエスト・フォー・プロポーザル。提案依頼書。情報システムの調達を予定している企業、組織が、発注先候補の IT ベンダーに対して、具体的なシステム提案をするように求めること。 または、システム要件や、到達要件を取りまとめた文書。RFQ, Request for Quotation. 見積もり依頼書。システムなどの調達先に対して、価格や内容を示す。見積もりの作成を依頼すること、または作成された文書。RAID, Redundant Arrays of Independent Discs. 複数台のディスク装置を組み合わせ、一つの仮想的なディスクとして扱うことで信頼性や性能を向上する技術。RIP ルーティングインフォメーションプロトコル。ゲートウェイ間のホップ数によって経路を制御するルーティングプロトコル。ROA リターンオンアセッツ。 総資産利益率。当期純損益を総資産では多数値で経営資源である総資産をいかに効率的に活用して利益に結びつけているかを表す。ROE、リターンオンネクイティ。自己資本利益率。ある企業が1年間の企業活動を通じて株主の投資額に比してどれだけ 法律的に利益を獲得したかを表す。ROI, リターンオインベストメント。投下資本利益率。投資額に対してどれだけ経常利益を生み出しているかを見る尺度で値が高いほど収益力が強い。ROM, リードオンリーメモリー。読み出し専用で、 電源の供給が切れても内容を保持することのできる不揮発性のメモリ。RPC リモートプロシージャコール。実行中のプログラムと別のアドレス空間にあるサブルーチンや手続きを実行することを可能にする技術。RTP リアルタイムトランスポートプロトコル。 音声や動画などのデータストリームをリアルタイムに配送するためのデータ転送プロトコル。TCO トータルコストオブオーナーシップ。ある設備、システムなどに関わる購入から廃棄までに必要な時間と支出の総計金額を表す。イニシャルコストとランニングコストに分類できる。 VLIW ベリーロングインストラクションワード。プログラムのコンパイル時に依存関係のない複数の命令を一つの複合命令とし、同時に実行させる手法。VPN バーチャルプライベートネットワーク。多数の加入者が共用する公衆回線で接続された拠点間の通信において、 認証及び暗号化と複合によって仮想的な専用回線を構築し通信の安全性を確保する技術 VOIP ボイスオーバーインターネットプロトコル。音声を各種複合化方式で圧縮しパケットに変換し IP ネットワークでリアルタイム伝送する技術 XML エクステンシブルマークアップランゲージ任意のデータを定義するルールを提供するマークアップ言語 X リンク、XML リンキングランゲージ XML ドキュメント間のリンクを定義するための使用 XBRL、エクステンシブルビジネスレポーティングランゲージ 各種材無報告用の情報を電子化して、作成、流通、利用できるように標準化された XML ベースの言語。XSS クロスサイトスクリプティング。訪問者の入力データをそのまま画面に表示する、ウェブサイトに対して、悪意のあるスクリプトを埋め込んだ入力データを送ることによって、 訪問者のブラウザで実行させる攻撃。X がクロスを表す。PWM、パルスウィディスモジュレーション。信号の強度は一定のまま、パルス信号を出力する時間、ウィデスを長くしたり、短くしたりすることで、電流、電圧を制御する方式。PAM、パルスアンプリチュードモジュレーション。 パルス信号を出力する時間は一定で、信号の強度、振幅によって、電流、電圧を制御する方式。LDAP、Lightweight Directory Access Protocol。ディレクトリサービスにアクセスするためのプロトコル。ICMP、インターネットコントロールメッセージプロトコル。 IP パケットが通信先の IP アドレスに到達するかどうかを調べる。IPS イントリューションプリベンションシステムサーバーやネットワークへの侵入を防ぐために不正な通信を検知して遮断する装置。CGM コンシューマージェネレーテッドメディアユーザーが ウェブサイトなどに書き込む口コミやレビュー、コメントなど。SEO サーチエンジンオプティミゼーション。検索エンジンの検索結果一覧において、自社サイトがより上位にランクされるように、ウェブページの記述内容を見直すなど様々な試みを行うこと。DBMS データベースマネージメントシステム。 コンピューター上のデータベースの整理やデータの検索、更新、共有などを行うソフトウェア。リレーショナルデータモデルというデータ記録形式が最も広く普及している。BNF、バカス、ナウアーフォーム。バッカスナウアー規法。文脈自由文法を定義するのに用いられるメタ言語。A は B であるお記載の記号のように表現する。 UML, Unified Modeling Language. 統一モデリング言語。分析から設計、実装まで、オブジェクト思考開発に一貫して用いられる、モデリング手法で、国際的な業界標準の表記法である。CSMA, CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. イーサネットで利用されている通信の方式で送信中に衝突を検出したら再送するというアクセス制御方式。WPA3 Wi-Fi Protected Access 3 Wi-Fi を利用する際に通信を盗聴されるなどの被害を未然に防ぐために制定されている暗号化に関するセキュリティ企画。 RSA, リ・ベスト・シャミールエーデルマン暗号。桁数が大きい合成数の素因数分解が現実的な時間内で困難であることを安全性の根拠とした公開化に暗号方式。SHA256, セキュア・ハッシュアルゴリズム256ビット。 任意の長さの原文から256ビットのハッシュ値を算出するハッシュ関数 DMZ Demilitarized Zone インターネットなどの外部ネットワークと社内ネットワークの中間に作られるネットワーク上のセグメント DMZ 内に公開用のウェブサーバーを設置して社内ネットワークと隔離することで 不正侵入されてもマルウェアの感染拡大を防ぐことができたり、業務システムなどへの侵入による機密情報の漏えいを防止することができる。APOP オーセンティ o s テッドポストオフィスプロトコル。電子メールの受信に用いる POP3 において、パスワードを暗号化して送信することで安全性を高める方式。 PDCA プランデューチェックアクション。計画、実行、評価、改善のサイクルを繰り返し行うことで、継続的な業務の改善を促す手法。RPO リカバリーポイントオブジェクティブ。目標復旧地点。データを紛失、損壊した際に、どこまでのデータを復旧するかを定義した地点。 RTO, リカバリータイムオブジェクティブ。目標復旧時間。障害が発生してから、いつまでに復旧させるのかを示す指標。RPA, ロボティックプロセスオートメーション。これまで人間のみが対応可能と想定されていた作業や高度な作業を人間に代わって実施できるルールエンジンや AI。 機械学習等を含む認知技術を活用して代行、代替する取り組み。BCP ビジネスコンティニューティプラン。事業継続計画。企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を。 可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における、事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画。JIS, Japanese Industrial Standards。日本産業企画。国の産業標準化の促進を目的とする、産業標準化法に基づき制定される、国家企画。 IETF インターネットエンジニアリングタスクフォースインターネット技術の標準化を推進する任意団体 IETF が標準化しているプロトコルとしては TCP, IP, HTTP などがある RFC リクエストフォーコメンツ i e t f による技術仕様の保存 公開形式 RFC はコメント募集を意味する言葉でもあり、もともとは技術仕様を公開し、それについての意見を広く募集してより良いものにしていく観点から始められた DRAM ダイナミックラン a ムアクセスメモリ s 半導体素子を利用した揮発性の記憶装置、集積度を上げることが 比較的容易であるためコンピュータの主記憶装置のメモリとして使用される。RDBMS リレーショナルデータベースマネジメントシステム。データベースの一種であるリレーショナルデータベースの管理システムやその実装を示す。IoT インターネットオブシングス。 モののインターネット。従来はインターネットに接続しなかったものをインターネットに接続することで人とモノ、モノとモのの新しい形を生み出す。パン、パーソナルエリアネットワーク。数メートル程度の短距離エリアに閉じた範囲にあるデバイスを短距離無線などを使ってダイレクトに接続する通信ネットワーク。具体例としては、 スマートフォンと Bluetooth イヤホンの接続が挙げられる。BLE,Bluetooth Low Energy.Bluetooth 4.0から使用可能になった低消費電力で通信可能なモード。LTE,Long Term Evolution。携帯電話における通信規格で当初は 第3世代携帯電話、3G と第4世代携帯電話、4G の中間に位置する規格だったが、現在は 4G に統合されている。TCP,IP, トランスミッションコントロールプロトコル、インターネットプロトコル。インターネットで標準的に用いられる通信プロトコルの総称。UDP など、TCP、 IP 以外のプロトコルも包括する。TCP トランスミッションコントロールプロトコルトランスポート層で使われる標準的なプロトコルの一つ。信頼性が高いが、即時性や高速性は得られにくい。UDP ユーザーデータグラムプロトコル トランスポート層で使われる標準的なプロトコルの一つ。シンプルで低遅延だが、信頼性は低い。IP、インターネットプロトコル。複数の通信ネットワークを相互に接続し、データの転送を行うプロトコル。ネットワークに接続された個々の機器に IP アドレスを割り当てて通信を行う。 MIME マ,マルチパーパスインターネットメールエクステンションズもともと ASCII 文字しか使用できないインターネットの電子メールをその他の文字や音声、画像などの書式を扱えるようにする企画 S.MIME はマルチパーパスインターネットメールエクステンションズ MIME で カプセル化した電子メールの公開鍵方式による暗号化とデジタル署名に関する企画。PLC パワーラインコミュニケーション。電力線を通信回線として使用する技術。通信用の有線と比べ通信速度が遅いことが難点。JPEG ジョイントフォートグラフィックエキスパーツグループ。 非可逆圧縮の静止画像圧縮方式および JPEG 規格を作成した組織のこと24ビットのフルカラー圧縮をサポートしている MPEG Moving Picture Experts Group 動画像をデータ圧縮するための国際標準方式およびその動画像圧縮の開発責任を負った組織 POP3 Post Office Protocol Ver.3 メールサーバーのメールボックスから電子メールを取り出すときに使用するプロトコル POP3S POP3 Over SSL TLSPOP3 に伝送路を暗号化する SSL TLS を組み合わせたもの SSL セキュはソケットレイヤー。通信の暗号化、デジタル証明書を利用した、改ざん検出、ノード認証を含む、トランスポート層のプロトコル。TLS、トランスポートレイヤーセキュリティ。SSL から派生した、同じく通信の暗号化、改ざん検出、ノード認証を含む、トランスポート層のプロトコル。 FQDN フリークオリファイドドメインネームホスト名やドメイン名、サブドメイン名など省略せずに記述したドメイン名、完全就職ドメイン名。今回はここまで。他の動画でも一緒に勉強しましょう。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。 また見てね。